こんにちは、ひろやすです。今回はですね、ちょっと、モンキーの方がうまくいかないので、ちょっと気分転換に、ダックスの方触っていこうかなと思ってます。で、今回ですね、ちょっと気まぐれで、買っちゃった、ライブディオのホイールがあるので、それをですねダックスになんとかつけれないかなと思って、で、やっていきたいと思います。で、ですね、モンキーのフロントフォークをこれ今つけてるんですけど、モンキー系のフォークっていうと、アクセルシャフトが12ミリで、このライブディオの、ホイールっていうのが10ミリなんですよね。で、田中商会さんにですね、10ミリのアクセルシャフトっていうのが売ってるんで、まずそれを買いました。で、それだとね、まだ2ミリ、隙間があるので、ちょっとね、こんな10ミリと12ミリのカラーっていうのがね、あったので、それを、ちょっと買ってみました。まあ、もともとね、こういうのに使うためじゃなくて、ちょっとたまたま別のところに使う用途だった、カラーがあったんですけど、まあ、ちょっとその長めなんで、カットしたりもできるから、まあ、これ使ってみようということで用意してみました。じゃあまずとりあえずアクセルシャフトを刺して、でカラーをねどれぐらいカットしないといけないかとか、そのあたりをちょっと確かめてみようと思うので、まずははめてみようかなと思います。で、ね、ちょっと天気がね良くなかったので、外でね本当はやりたかったんですけど、まあ、ちょっと室内で、ダックスの、とりあえずホイールはめるのをやってみようかなと思います。で、このタイヤなんですけど、タイヤとホイールなんですけど、もうこれもうね、もうツルツルなんで、まずははめれるかどうかっていうのを試して、で、うまくいったら、ですね、ちょっとタイヤの交換をしたりとか、ちょっとね、あとね、ディスクの方もちょっと錆びてたりするんで、そのあたりは綺麗にしていこうかなと思うんですけど、まずは入れていこうかなと思います。で、毎度毎度なんですけども、ちょっとね、倒してしまいそうな危険なバランスで毎回やってしまってるので、ちょっと今それを直していきたいと思います。はい、まあこんなぐらいでいけそうですかね。はい。でね、これで、まずね、入れてみて、まあ、ちょっと問題になるのかなって思ってるところは、まあ、アクセルシャフトはこれでいけるん で、あとカラーをね、どれぐらいの長さにするかっていうのをはめてみてからいろいろ考えてみようかなと思うんですけど、あとはね、キャリパーをね、どうやってね、固定しようかなっていうところですね。ホイールのね、幅がモンキー用の、ディスクキットとかのやつと比べて圧倒的に細いんで、幅も狭いんでね、ちょっとねうまくいくかなとちょっと心配です。で、まずは10ミリのシャフトを刺して、でそこにまずカラーですね、カラーを入れて、まずぐらつかないようにします。でその後このホイールの方を入れると、まあ、ダックスの、フロントフォーク、まあ、ダックスのフロントフォークというか、これ、まあ、モンキーなんですけど、ダックスモンキー用のフォークの方に、ディオのね、ホイールをはめていくと。まあ、カラーはね、今回買った時についてたやつをまず一回入れてみます。まあ、幅とかね、合わないんで、まずは、どれぐらい、入るかどうかとかね、そこら辺からですね。はい。で、片側入ったので、まあ、反対側まで、まずは、貫通させていきます。で、結構ね、思いもよらずスッと入っちゃったんですね。で、今回ね、ホイール買った時にメーターギアがねついてなかったんで、メーターギアもねどうするんだっていう風なところがあるんですけど、この方式使えばライブディオについてるメーターギアでね、そのままいけるんじゃないかと思います。まあ、だから、もしね、同じようなやり方でやる場合は、メーターギアも買っちゃってもいいんじゃないかなと思います。で、僕はね、モンキーの方と同じように、電子のマグネットですね、マグネットで、スピードセンサーつけようかなと思ってるので、今回はメーターギアは入れません。
メタギア入れなくても、まあまあ、それでもいけるよねっていうようなところですね。で、まあ、気が向いたらね、モンキー用のやつを入れてもいいかなと思ってます。はい。でね、今、ちょっとプラハンの方を探してたんですけどね、プラスチックハンマーね、ちょっと、ね、どこにあるか分かんなかったんで、まあ、とりあえずね、止めれるだけ仮止めで、ちょっと、ナットの方も止めてみました。まあ、これね、本当にね、左右のね、幅とかもね、全然、うまくいってないんですけど、まあ、シャフトがまずちゃんと入る、10ミリ、12ミリの変換もちゃんと使えるっていうところがまず分かったので、で、ホイールもはめれますよと。まあ、このダックスのね、ボディカラーがね、ブルーなんで、そこに金色のホイールってね、結構合うんじゃないかなと思ってます。で、まあ、これすると、リアのね、ホイールがまたちょっとバランスが合わないのかなとかって思ったりもしてるんですけど、リアはね、どうでしょうね、各シャリーとかのね、ホイールにしてみたら、フロントの、ホイールの方とバランスっていうかね、見た目のバランスはまだ合うんじゃないかなと思います。まあ僕もね、あんまりね、ダックスに思い入れっていうのがなくて、たまたまフレームを買うことができたので、それでまあつけてるっていうような感じになりますね。ちょっと一回方向転換してみて、反対側をね、見たときどうなるかっていうのをちょっと見ようかなと思うので、まあちょっと今から方向転換でもして、向き変えようかなと思います。まあちょっとね、やっぱりね、このエンジンね、まだ乗せてないんですけど、エンジン乗せてないっていうか、乗せるエンジンがないんですけど、エンジンがね、ないこの状態だと、まあ結構軽いんでね、室内でね、こういう作業しても、結構気軽に向きとか変えれますよね。エンジンまでね、乗せちゃうと、なかなかそこら辺ね、まあ、ミニ元なんで、いけるっちゃいけるんですけど、まあ重たくなるんでね、割と、室内でやるの大変かなと思います。じゃあまあちょっと一回、向きの方をですね、変えてと、ぐるっと回しながら。まあね、もともとついてたね、タイヤね、もツルツルですよ。ツルツルっていうかこれね、メルカリで買ったんですけどね、ツルツルどころかね、もうちょっとワイヤーとかね、剥き出しになっててね、これ、もともと使ってたでしょ、これで走ってたのかなって、まあ走ってたからこうなってるんですけど、怖くなかったのかなってね、思いますよね。そんな次元で、もうタイヤの溝がないっていうね、これもスリックタイヤかなって最初思うぐらい、溝がなかったです。だからね、メルカリでね、タイヤ付きですって言ってね、売ってたんですけど、まあまあ、転がすことはできるって、まあ、こんな感じでね、移動することはできる程度のタイヤだなっていう感じでしたね。まあ、どっちみちタイヤの方は変えるんで、まあまあ、それもいいんですけど、ちょっと思ってたより、溝がなく、びっくりしました。で、こんな感じですね。やっぱりね、あとね、ディスクのところにね、キャリパーをね、どうやって固定するかっていうところが問題ですよね。ちょっとそこら辺が今後の課題ですね。こんな感じです。ですね。まあ、これでね、ちょっと、あと、エンジンを積んで、どんどん進めていきたいと思っております。はい。ですね。あとね、視聴者さんからね、ちょっと、素敵なダックスの写真を送ってきてもらったので、そちらの方を紹介させていただきます。ですね、マリオさんという方のね、ダックスを、メールの方で、写真を送っていただいたんですけども、もうとてもね、綺麗でね、素敵なダックスですね。僕もこんな感じに綺麗にできたらなと思っております。Thank you for your comments and watch my video. Thanks, Mario.ということでね、今回はダックスに、ライブディオのホイールをつけてみるっていうような動画でした。この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。